どうも、皆様ご無沙汰しております。今回もシャイニングフォース2イニシエの封印実況していきたいと思います。今回は、ゲシュプ戦ですね。ゲシュプということは魔法使い。ゴーレムのマードがどれぐらい活躍できるのか微妙なところですね。じゃあ敵の布陣を見ていきましょう。左右、中央、あと左右、下だね。敵の数が少ない。で、ヘルガンナ、強そう。で、ミノタウロス、ヘルハウンド、こいつは強い。で、ミストデーモン、ブレイズおじさん、回復おじさん、新顔だ。ホワイトドラゴン。バリューかな。これはバリューの一族です。で、さらに新顔。サイクロプス。攻撃力高いな。で、ゲシュプ。フリーズレベル4。これ怖いよね。ボスやから2回行動。それを肝に銘じてやっていきましょう。サラちゃん適当に前出たけど大丈夫か？じゃあ、ジッポも適当に前に出るぞ。カズも出るぞ。カオスウィザードが来た。直接攻撃！サラちゃん？いいね、いいね。体力高いからな。助かったぜ。フレイズじゃなかったな。じゃあ、ヒューイでカオスウィザードに攻撃。守りのリングを使うっていう手もあるんやけど、万が一ヒビが入るとね、ちょっと後半厳しいからね。さて、フィルダーも、フィルダー怖いな。フィルダーでミストデーモンの攻撃を受けるのは怖いので、フィルダーは後ろで待機。なんなら左からホワイトドラゴンも来るしね。来てるわ。で、ポルポル組んでカオスウィザードに攻撃。ショットキャノン。ショットキャノンって爆発する系じゃないんだ。連打系なんだね。この武器によってエフェクト変わるのもいいよね。待機した。あ、まずいサラちゃん。あ、大丈夫だ。サラちゃんなら大丈夫。炎の息。火炎放射なんかで倒せると思うなよ。さて、じゃあ、ボーイ組んでヘルハウンド攻撃。カウンターソードのエフェクト。かっこいいよね。エフェクトっていうか、グラフィックか。HP が2攻撃1、防御に素早さ1。いいね、いいね。このまま彼は全員を守る盾になってもらおう。で、飛んでよ。こっちから攻撃か。ヘルハウンド攻撃。呪われた攻撃で地獄の番犬を倒せ。ほら。武器によってやっぱエフェクトが違うのよ。かっこいいよね。呪われてっからな、うちの、ジャネットは。これが呪いの一撃よ。さて、ミノタウロスがぐるっと回り込んで、おっと、アトラスの斧だね。まあまあ、全然よ。で、ヘルガンナーが、ヒュイ君狙いだ。ヒュイ君大丈夫か？なかなか柔らかいからな。まあまあまあ、まだ大丈夫。体力が高いから。で、ジャジャーが、だで武器をルーンワックスに持ち替えよう。ルーンワックス大地の斧がね、移動力プラス1なんで、そのためにつけておりますと。ギャッ、おいー、かわされとる。動きが直線的すぎるんだジャジャは。さて、オーラのレベル1でとはいえよ、食らってんの届かないからな。サラちゃんだけだ。経験値を稼ごう。で、早くオーラレベル2になってほしいんだよね。よしよし。HP に MP1、攻撃1、防御に素早さ1。経験値稼ぎたいんだったら数の中心にした方がよかったな。あ、さて、ここで、サポートをシャロル中心にかけよう。これでフィルダーも多少は硬くなるから、左のホワイトドラゴンが攻めてきても大丈夫。フィルダーかっこいいよね、やっぱ。色合いとか本当にいいと思うんだ。で、そろそろマードが動いてくれ。おー、回復をしない。どういう動きなんや。来た、マードがミストデーモンに攻撃を。ダサい。腕の重さだけを使ったパンチやん。腰が入ってる。爆弾岩やん。爆弾岩やん。バーストロック言ってるけど、爆弾岩やん、完全。どうするあの爆弾岩。とりあえず、グレイズのレベル3で、ここを倒しておこう。グレイズレベル4怖いからね。いいぞいいぞ。カズンはもう、魔法も全部覚えきった感があるからな。さて、サラちゃんは、ミノさん攻撃しとく？
ミノさんを攻撃。いいぞ。で、フィルダーはミストデモン倒す。倒そう。よし、いいぞ。ほぼぴったりやね。きたきた。 HP が2攻撃1防御1素早さに超人っぽい能力の登り方するね。攻撃2伸びてほしかったな。さて、じゃあシーラでビビルビショップにチャチャ入れ。これで彼は自分を回復。おっと、見切っている。早い。1フレーム1縦揺れの女。さすが、それは見切っているわ。ここでオーラをボーイ君中心でいいのでかけておきましょう。よし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 。さあ立て直した。敵の数がね少ないね。あの爆弾位はすごい気になるけど、爆弾位は気になるけど、まずこっちだ。いけ、ナイス。あと5点だ。さあそろそろ左のホワイトドラゴンが詰めてくるかと思ったが、まだ詰めてこない。ヘルガンナー倒しちゃう？ミノタウロス攻撃しとく？どうするこれ？ミノタウロス倒しとくか。いけ。ナイス。ミスリル武器を装備して全員、ほんと攻撃力上がったな。すごく頼もしくなりました。どうすっかな。こいつが怖いな。左の爆弾員も怖いけどさ。爆弾員は能力見てなくね？ちょっと見とこう。攻撃ゼロ、移動距離よ。絶対爆発するやんこんなもん。100爆発するやつ。ヘルガンナーに攻撃。倒してくれ。無理か。あーってどうなる。ホワイトドラゴンが、おっと、白色対決だ。ダセ。口でか。連撃なら死んどったぞ。おい、暗中敵や。めちゃくちゃ強いぞ。どうしようかな。とりあえず、ボーイ君はヘルガンナ倒しとく？ナイス。あ、バスターショットいらねえ。武器はいらねえよ。じゃあ、やっぱ怖いからホワイトドラゴン倒しとこう。攻撃。ナイス。30ポイント。強くなったね。ポルポル君とジャネットは全然この火力不足で今まで泣いてたんやけどな。さあ、ビビルビショップが自分を回復。さっきのターンに仲間回復しとけばな、ここまでのことにはならんかったと思うんだが。さて、マードが回り込んでホワイトドラゴンに攻撃。これは遊戯王。ブルーアイズ対岩石の巨兵。性能差もそんな感じで、めっちゃ出てくるやん。アンジェロイは、アンジェロイはめちゃめちゃ出てくるやん。で、どうすっかな。カズン前行っちゃうか。で、ブレイズでもイビルビショップ倒しちゃう。いけ。いいね。いいわよ。カトン豪華豪華級の術よ。舌が回ってないわね。はて、どうすっかな。アンジェロイは殴ってみる。怖いな。アンジェロイは殴ってみる。こっちのアンジェロイはお攻撃。アンジェロイはやん、全然。45点、ぴったりや、直した。大爆発を巻き起こしたー。お、何してくれたんだ、おい。もう、射程があれだな、スパークと同じ射程だな、これ。なかなかやな。で、フィルダー君回復してほしくて、ヒューイも一緒に回復してほしいから、こっちの方いるか、待機。で、じゃあどうするかな。お前の方行く？お前の方行っちゃうぜ。大丈夫か？あ、ヒューイ動けなくなっちゃった。これ、ホーリーランスとか、あ、使えるじゃん。ホーリーランスどういう、あれなんだろうな。使ってみよう。え？ヒールレベル1かなこれ。
これは多分ヒールレベル1だな。大したことなさすぎる。ボーイはどんどん前へ行くぞ。ジャネットもチャチャ入れしながら、これ壊したらえらいこっちゃな。敵のターン、あ、半分食らわした。いた。呪いは自分にダメージが返ってくる。麻痺とかもなんのかな。じゃあできるだけ前の方で、ほら、どっち中央でもいいや、行っちゃえ。ヒューイはね、今回かなり戦力なの。 HP が高いから、HP が高いから、あのゲシュップのフリーズレベル4、2回耐えてくれるんじゃないかなと淡い期待を抱いております。サイクロプスが動かない。ヘルガンダーも動かない。あいつらあそこから動かねえつもりだな多分。ポルポル君前だ。バーストロック2歩動いた。4歩中2歩動く。でマードもぶっちゃけすることないと思うんだので、渡しちゃおう。イダテンリングだ。おー、目の前にアンジェロイワが。アンジェロイワすごい大量発生や。イダテンリング装備し直して、ここでヒールで自分を回復して、よし、前線に復帰。おし、 HP に MP1、 攻撃1、防御2、素早さに、いいねいいね。弱点の防御面が上がってきたよ。待って、カズンはあんま前出るの怖いな。ゲシュプが行動を、どうせ2ターンに1回攻撃、1ターンに2回行動するから、ゲシュプが動いたらもう近いやつが誰でもいいから、こう癒しの雫を投げに行くんで、そんな戦い方にしよう。で、こことかに、どうする、こことかにこううまいことサポートをかけなきゃって感じやから、あー難しい難しい難しいぞ。ここだ。いけいけ、どんどんいけ、どんどんいけ、どんどん行くんだ。いいぞいいぞ。で魔法、ほら、よし、サラちゃん中心だ。この若干のダメージももしかしたら命取りになるかもしれんからな。強烈な一撃とか出る可能性あるからな。でゲシュプもフリーズレベル4ばっかりすごい注目されてるけど、攻撃力もね、ハテナなの、めちゃくちゃ高いんじゃないかと思ったんだよね。さてどうしよっかな。魔法のサポート、さてどうなる。そろそろ戦闘始まるぞ。ジッポとジャジャは厳しいな。 HP 少ないからな。フリーズ一発で死にかけるぞ。マードに寄ってきたぞ、マードに寄ってきたぞ。仲間みたいになったんぞ。待機だ待機だ。あー、そっちにも出てくるの。ジッポどうする。ジッポちょっと離れてみるか。こことかにいたらうまく釣り出せるんじゃない。でサラちゃんはまだかかってないから、ここに待機、こことかにいたら釣り出せるんじゃない。動かない。マジか。マジか、おい。あいつやるな。ちょっと考えてやがる。で、サラちゃんとヒューイ君にもサポートをかけてあげたいけど、自分でかければいいんだ。使う、使う、戦うじゃなくて、持ち物使うの、違う違う。持ち物使うの、守りのリングをこうだ。さあ戦闘開始するよ。次ゲシュプが動いたら突撃するか、それとも敵さんが何かしたら突撃するか。待機、来た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 。さあもうあいつを囲おう。とりあえずホワイトドラゴン囲もう。待って、これ連撃か。
わぁ、もう。どんどん速くなるな、尻尾が。攻撃食らうたびに、フレームレートが。さて。あ、来た来た、ジャネット。いいぞ。ホワイトドラゴンに攻撃。囲むぞ。ローテーションだ。やっとまずい。ジッポは下がる。で、ボーイ君が前に行く。ローテーション作戦。どうなる？うわ、怖え。怖え。さあ、ボーイ君狙いのヘルガンナー。大丈夫、これは大丈夫。勝った！ボーイ君ゲロ硬いじゃん。サイクロプスがちょっとだけ前に出てきた。バストロックはちょっとだけ動く。ちょっとだけ動く。バストロックはちょっとだけ寄せてくる。どうなってんだ、これは。と。もう一歩前に出たい。くそー。どうする？とりあえずこう、オーラとかでお茶を濁しとく。誰か、ジャネットかな。ジャネット中心だな。ジャネット中心で。さあ、MP も微妙になってきました。あ、そうか。女神の杖使えばよかった。女神の杖は使うと、一応オーラレベル2の範囲で回復ができる。うん、オーラのレベル2を覚えてくれたら、全部解決なんだよ。さて、じゃあサラちゃんが前に出てホワイトドラゴンの乙女を刺す。これいいんじゃないか？いいぞ。で、ジッポは下がって回復してもらおう。でも、ゲシュップが前に出てきてないから、ゲシュップが前に出てきてないんだったら大丈夫じゃないか。ここで、雷神で、まあ、しょうがない。雷神強っ！雷神強っ！ほんですごいダメージジーンズや。海賊の下っ端や。さて、ヒューイのターンが来た。装備、ここで防御力下がるのか。防御力下がるのはちょっと怖いので、直接攻撃でヘルガンナーを攻撃。うわー、とととやべ、これどうだ、どうなる。フリーズのレベル4がヒューイに飛んでくる。どんだけ食らうかよ。ほんでチンチクルか、羽が生えてる。食らいすぎだって。55は食らいすぎだって。白のリング、これでボーイが盾になる。攻撃を肩代わりする。55は食らいすぎだって。しかし、なんで？フリーズレベル4やばいな。恐るべしやな。とりあえずヘルガンナ倒しとく。サイクロプスにしとく。どうする？サイクロプスだ。前へ前へ前へ。どうなる？え？どうしよう。とりあえず回復だろう。よいしょ。63、まだ心もとないが、能力もすごく平均的に微妙に上がった。フィルダーまずいね。フィルダーもまずいけど、これはもう雫で10歩回復だ。ジッポには前に出てもらおう。エースだからな。で、ジャネットで、ヘルガンナーを倒そう。いけ！おいー！呪われとるから、まずいぞ！もう一回や。どうなる？ごへへへへ！ 56 は強えって。ちょ、下がろう。さすがにマジっす。さすがにそれマジっすわ。とりあえずヘルガンナーも倒し、まずい、まずい、回復が先だろ。いや、でも待って、下がれるだろ、ヒューイ君。ヒューイ君下がれるだろ。
で、めちゃくちゃ強いんだから、どうしよう。とりあえず、こうだ。笑っちゃうわ。フリーズレベル4強すぎワロタだな。とりあえず、ボーイ君で、こう、近距離攻撃を仕掛ければなんとかなるんじゃないか。アンジェロイバが2歩動く。2歩ずつ動いて詰めてくる。こっちに移動だ。こっちに移動して待機だ。うわ、怖え。いや、もうそこにも出るんかい。で、サラちゃんは前に行こう。もう、行っちゃうぞ。ゲシュ君に攻撃。削れ！いったれ！うわ、反撃が来たけど大丈夫。さあ、カズンどうぞ。カズンも行っちゃおう。もう、これ倒すしかないんだ。倒すしかないんだよ。行ったらゲシュ君に攻撃！よーし！連撃はない。くそー。会心の一撃と連撃をやってくれ。ヒューイは下がって、自分を回復だ、これ。やば。そろそろまたゲシュ君動くぞ。来たぞ。直接攻撃？サラちゃん？どんだけ持つ？大丈夫、硬くなってっから。反撃はない。よしよし。じゃあ、ボーイ君も近づいてって思ったけど、持ち物を使うの、白のリングで、こうやって回復した方がいいのかな。むずすぎるだろう。持ち物を使う白のリング。どうする？ちょっと待って、今どういう感じになってんの？スバイス63でしょ？ 54 でしょ？次、もう一回動くんだよ。誰か一人か二人が動いたら動くんだよ。なので、持ち物使うの、白のリングで、サラちゃんを回復してあげよう。この回復量やけど、まあ、フリーズ一回分なら耐えれるだろう。さあ、どうなる？うわー、細かいヒビ入った。まだ大丈夫。まだいけるぞ。さあ、一人動いた。二人目が動くか？どうなる？これ、もうフィルダーはすることないぞ。フィルダーはもうすることがないぞ。これはどうする？大丈夫だ。で、ポルポル君もこれ攻撃参加しちゃう？ 63、一発なら耐えれるから。いけ。うわ、かわされとるがね。やばい。シーラは、ヒール？レベル 1？ いや、待て、どうする？待て、どうする？よく考えろ。これ待機だ。勇気の待機だ。サポート切れた。ジャジャはどうする？じゃあ下に回り込みたい。ルーンアックスが使える。味方に使える。どういう効果なんや。微妙だな。何これ。アンチドーテか。アンチドーテだ。いらない。非常にいらない。うわ、サポート切れた。まずが、しかし、だがしかし、ゲシュプに攻撃。いったれ。全員で倒すぞ。よし、100切った。うわ、やっぱい。これ61とか、これフリーズで死ぬんじゃない？大丈夫か。さあ、どうなる？誰狙い？サラちゃん狙いだ。サラちゃんは大丈夫。反撃してくれ。よし、いいぞ。いたか、ボケ。じゃ、サラちゃんはどうする？セルフアンジェロ。死にそうやん。アンジェロ同士で死にそうやん。あ、そっち行くのね。で、あ、いいぞ。どうする？ここはどうする？オーラをこうかな。いやーこれ厳しい。66だと厳しい。あ、待て、急いで回復しなきゃ。サラちゃん、
サハちゃん急いで回復しなきゃ。マード、マードいいぞ、マードいいぞ、マードはいいぞ。そこで待機だ。爆発を避け続けろ。サラちゃんは自分回復しとくか。ヒールのレベル4で自分を回復しておこう。そうだね、自分回復だ。これサポート切れるだろう。しかし切れた。まずカズンがブレイズレベル4でゲシュプを。さあ行け行け、勝て魔法耐性だけうわ、どうなるどうなる。サポート切れちゃった。おーっと、ゲシュプがサラちゃんに。サラちゃんはサポートが切れている。グババー、強烈な一撃ダメだって。よし、ジッポが回り込むぞ。ジッポが回り込んで、ゲシュプに攻撃。いったれ、おらー、あと16、あと一発。次の攻撃できるのは、うわ、届かねー、届かねー、くそー。うわー、惜しいなー。待機だ。うわー、惜しいなー。大丈夫か、音ピリピリってなってる。待て、まずい。フリーズレベル4が、うわー、どう生きたー、来た。そしてグランシール国の怒りを奴にぶつけるんだ、ボーイ。やれ、ナイスやったー、ボーイばっか強くなるめっちゃ強いやんけ危な、爆発したら死んでたの。アンジェロイワが、おー、あの、私の仕掛けた罠を破りおったのか。もう全て終わりだ。逃げなければ、逃げねば。おい、おい、フラフラしてんな。おい、同じとこぐるぐるしてるやん。もう、ボーイ君にどつかれてるやん。頼む、見逃してくれ。このまま見逃して。我々は何もせんよ。力を失ってお前に何をしようというのだな。これがシャイニングフォースよ。優しさも兼ね備えている。しかしうちにはサラちゃん、ジャジャというダブルブラッドか。さあ、どこへでも行くがいいさ。めちゃめちゃ怒ってるやんピーター君。あ、優しい。さっきどついた人間とは思えない。おい、待て待て、来るぞ、絶対来るぞ。裁きの雷みたいな悪魔将軍の悪魔の、わ、来た。ゼオンがゲシュプ、どこへ行く。あ、これいいのかな。ゼオンかな、オッドアイかな。ゲシュプ、よもや約束忘れてはいないの。合ってそうだ、よかった。お前はボーイたちから悪魔のジュエルを奪えなかった。約束通り命で償ってもらおう。様、嫌です、嫌だ嫌だ。わあ、これはすごい手の込んだ魔法。さすがにそれは死んな。なんと冷酷な仕打ち。悪魔とは血も涙もないと知ってはいたのじゃが。僕らもゼオンに負けたらああいう風になるんだね。ブルブル、ああ恐ろしい。ブルブルって口で言うタイプなんや。この世界の住民は結構口でそういうの言うな。我々はそうならないためにこうやって戦っているんじゃよ。さあ先を急ごうか。アストラルはいつになったら軍師っぽいことをしてくれるんやろうな。